はい、どうも、たけでございます。本日もね、スプラトゥーン3やっていこうと思います。今回使っていく武器はこちら、トライストリンガーですね。さあ、相手の編成は、ああ、なるほど、なるほど。まあ、相手、ボトルガイザー以外は、まあ、大体射程有利が取れそうな気がする。で、まあ、ルールあさりと。で、今回使っていくこのトライストリンガーなんですけどね、やっぱ長射程ということで、できるだけ距離を取ってね、戦っていきたい。とはいえ、相手の後衛をとりあえず落とせるところで落としたいな、落としたいな、オッケー、落とした。まあ、さすがにきついか。いやー、バレルスピナー強いな。やっぱ、弾速ありますからね、この武器。なかなか、後ろ立たれると結構きついんだよね。相手多分、一足ゴリゴリ積んでると思うんでね、ちょっとできるだけ、キルを頑張って取っていきたいところを、あれ、さすがにやれないか。ナイス、それやってくれるのでかい。一発か。オッケー、やれる。さあちょっとやばいか、それは。ちょっと見つついくよ。やれない。さあちょっとパブロに入られちゃったのが厄介なとこだけど、さああれはやりたいけど、うーん、なかなかエイムが合わないね。おっと、なんかいた。完全に運でかわした、運でかわしました、タキチャンネル。さあちょっと筆じゃない、筆だったわ、筆でした。さすがにいないか。あれは届かないんだけど、おっと、なんかいるな。さあ、ちょっとあれはどうにかしたいんだけど。やれねえか。いや、マジで下手すぎる、ウルショが。純粋にウルショが下手すぎる。きついな。いや、さすがに無理だよな、これ。どうにかするしかないけど。かわせるか。かわせねー。いやー、無理だ。きつすぎるー。相手のボトルが強い。てか、メナドリだな。こっちしかいないのが単純にきつすぎるな、これ。さあ、ちょっとそこのスプリンクラー壊しつつ、ちょっとなんとかして、ワンチャンかけて前出るしかなさそう。いやー、やれるけど、結局、味方が2枚死んじゃってるから。結局、樹里品で無理なんだよな、これ。ナイス？それはありがたいけど。ありがたいんだけど、どっかでなんとか、掴むしかないですね、これ。かわいそう。めちゃくちゃかわいそう。まあ、これは、まあ、入れられちゃうよね。さすがにしゃあがない。やれないか。辛いね。それはやれる。さあ、ちょっと、こっち来てるね。OK。それは見えてるんだけど。さあ、やりたいけど、さすがに変えられちゃうかな。まあ、しゃあないね。さあ、まあ、60で止められたんだったら、まだ全然いける。さあ、どうしよう、ここは。いやー、それ死ぬか。うちの M が悪すぎるな。ごめんな。てか、自陣塗られすぎてるから、ちょっと塗り状況どうにかしないとダメだな。いや、また3枚落ちちゃった。いやー、申し訳ねー。この武器ね、ちゃんと、M 合わせられれば強いんだけど、やっぱね、ある程度塗りはできないので、塗りがちょっとできないのでね、そこはちょっとどうにかするしかないんですけど、さすがにやれないと。うん、どうしよう。完全にな、相手がやりたいこと全部やられてるみたいな感じだから、どうにかしてあげたいんだけど、これはやれる。なんでやれない？なんで？今の当たったやん。それは悲しすぎる。ただただ単純に。さあ、なんとかしてね、ワンチャン掴みたいんだけど、いかんぜん塗り状況がこっち悪すぎるんだよね。なんでだろう。なんでこんな塗り状況悪いんだっていうくらい悪いんだけど、なぜか。いや、入れてくれたのはありがたいんだけど、漆溜まってればな、一気に畳みかけられるんだけど、まあなかなかそうはうまくはいかない。どうしようか、そこいるな。いるよね。見えてんだけどな、単純に M が悪い。勘は冴えてるんですけどね。さあ、どうしよう。なんとかして入れてあげたいけど、なんでやれない？なんでやれないんだ。なんでこんなにやれない。もう終わってる。もうダメだ。もう引退しようかな、このゲーム。終わってる。てか、もうエナドリがこっちにだけいるのマジで終わってるもん。もう自陣にまで入られてるし、最悪です。状況は最悪。カウンターサリも取れてないし。なんでこんなのが倒せないんだ。終わっ
ってる、マジで。どうしてこうなった、本当に。うちの弾があまりに当たんない。それやってあげたいけど。いや、やれるけど、もう持つしかないんだよね、これ。いやー、ウルショ貯めるしかないけど、うちが死んじゃったか。うちが死んだらもう、無理でしかないな、それは。いやー、ウルショで一気にも取れてないのが普通に先般すぎるので、死にまーす。さあ、2試合目、さっきと同じステージ、回ってやっていこうか。もう本当にね、最近動画の時以外スプラトゥーンやらないというか、まあ本当に意識してやったらいいんだけど、だってね、こんなゲーム、こんなゲームとか言っちゃうのあれだけどさ、あんま面白くないじゃん。一人やっても。こういうね、ゲーム、こういう手のゲームはね、大体、誰かと一緒にやるから面白いんだって、ぼっちがやったところでね、楽しめる人はそう多くないわけですよ。さあ、ちょっとハイドラがいる。これはちょっと華麗に避けていって、ちょっとどうにかしたいな。そこいるな。そこか。いる。いやー、そこやってあげたいけど、無理かな。さすがに無理か。やれんだけど、さすがにきついか、これ。いやー、無理か。それ当たんのか。きつすぎ。さあ、味方やられてしまう。どうしようもねえな、これ。なんで、もう、なんで毎回こんな状況悪いわけ？あまりにも状況がきついの、なんでなん？なんで？どうして？どうして毎回、こうなってしまうのだろうか。ハイドラがそこにいる。まあ、さすがに戻ったね。これ別にもう、動画にするんだけどさ、負けたところで。まあ、うちはね、スプラトゥーン上位勢じゃないんでね、そう、勝てる側の人間じゃないんでね、勝率 50% を下回る側の人間なんでね。いや、さすがに無理か。まあ、あれはやる。もう、ダメすぎる。うちは弱い。弱いです。死にます。とっとと死にます。もう突っ込むかな。突っ込むわ。もう突っ込んだ方がいい。多分ね、そうだよね。突っ込んだところで、味方がね、やられちゃうのでね。はい、死にまーす。まあ、しょうがない、しょうがない。もう。これね、どうしようもないんだよな、もうこれ。どうすればいいの、これ。勝てる未来が見えないんだけど、これ。どうすればいい？ナイス。頑張れ、味方。いや、カバー入れてあげたいな、それ。一発も当たんね。いやー、ウルショ溜まってればなーっていうところが多すぎるけど、まあ、スペシャルだからそうね、簡単に溜まるもんじゃないなんて当たり前で。これやりたい。ナイス。なんとかやれた。今のやれてな、今の普通にやれてたら先般もいいとこだったけど。さあ、どうしよう。相手にアサリを持たれてしまった。いやー、これやれねえのか。これやれねえの申し訳ねえな。さあ、2落ちしてるからそこ、カバー入れてあげたい。ナイス。ハイドラどこ？そこか。なるほどね。ウルショ溜まってればやれるけど、もうちょっとで溜まる。なんとかやれた。ハイドラじゃねえけど、全然ハイドラじゃねえけど。まあ、これは届かない。さあ、なんとか、やってあげたいけどな。いや、それ無理だ。それは無理。やれる。いや、なんで今の当たってないの？今のは一発当たっとったやん。きついなぁ、マジで。アサリに何も関与ができてない、マジで。私が何をしているんですかっていう話です。いやー、一発ずつ仕方んねー。なんとかやってくれた味方、ありがとう。それはどうにかするしかないんだけど。なんとかやれた。なんとかやるしかねえな、もうひたすら人殺すことしか考えない方がいい。こんなゲーム、人殺してなんぼのゲームだから。いや、マジで運ゲーで、運で切り取るしかない。いや、もう無理すぎる。なんでこっちにだけ光栄いないんですか。いや、うちが光栄なのか。いや、うちボトルが光栄っていうのもなかなかだろう。まあ多分ね、ボトルがね、X マッチやったらこういう判定だからな。もうそこはどうにかするしかないんだけど。
マジでどうしようもねえ。どうしようもできねえ。いや、死ぬよな、しゃあないよな、もうこれ。もうどうすればいいんだよ、これ。どうしようもねえじゃん。いや、でもまだ勝てる。まだ勝てる。まだどうにかなる。まだアサリ入れれば勝てるラインです。まだアサリ入れれば一応勝てるラインなんだけど。マジか。ナイス。いや、いっぱい当てられるんだけど、さすがにきつすぎるな。いや、当たんねえか。いや、アサリあるけど、さすがにきついな。こっちか。いや、アサリあるけど、あれ、あれだけか、もう。いや、無理すぎる。どうしたら勝ってたんだ、今の試合。まあ、しゃあないですね。というわけなんで、結局、ボトルガイザーが強すぎるみたいな、動画を出したと思うんですけど、弱いです。うちが使うと全部の武器弱いわ。対戦ありがとうございました。